どうも、ヒルマンです。今日は超基本の内容ではありますが、ホワイトバランスの調整について話をしていきたいと思います。まず、ホワイトバランスとはということで、個人的な見解を話させていただくと、白い部分をきちんと純白に移すというのが一般的なホワイトバランスかと思いますが、カラーグレーディングをするという意味では、人間が見て違和感なく見れる基準となる絵を作るというのがホワイトバランス調整だと個人的には思っています。その点も踏まえて、ここから作業していきましょう。それではよろしくお願いします。まず下準備として、今回はこのパレードのスコープを使っていきます。なので、もし出ていない人がいれば、この右下のスコープのアイコンをクリックして、まずスコープを出して、ここがパレードになっていない人は、この部分からパレードを選んでください。それでは作業をしていきます。まずホワイトバランスが崩れているというのは、まあこんな感じですね。このパレードのスコープを見てもわかる通り、赤と緑は、まあ、この上下、まあ、形などは結構揃っているんですが、青が極端に下がっていて、釣り合いが取れていない状態。これを調整して、上下だったり、この波形の形がなるべく釣り合うように調整をしていくというのが、ホワイトバランスの調整となります。それではこの内容で、調整をしていきましょう。まず一番簡単な方法について説明をします。一番簡単な方法、まあ、もし絵に白く写したい箇所がもうすでに写り込んでいる場合には、この左のカラーピッカー、スポイトのようなマーク、カーソルを合わせるとホワイトバランスと出るので、それをクリックして、白く見せたい場所にカーソルを合わせてクリックをすると、それだけでもうホワイトバランスが整います。これが一番簡単な方法となります。それではこの先ほどの猫の映像で同じ方法をやってみます。カラーピッカーのマークを選んで、だいたい白くしたいのが、まあ、このあたりだとして、この部分をクリックします。はい、すると、まあ、だいぶ絵が改善しました。このパレードの絵も見てみると、ビフォーアフターということで、レッド、グリーン、ブルーの波形の釣り合いが先ほどより取れました。まあ、ただ少しやはりこの部分ですとか、青が低いように思えるので、その時にはこの色温度の項目を上げたり、あとはこの右のティントの項目を調整して、なるべく釣り合いが取れるような状況にしていきます。このあたりですかね。はい、こうすることによってホワイトバランスが整います。それでは次のクリップいってみましょう。はい、このクリップですが、まあ、この模型のこの飛行機の部分が白かと思いますので、先ほどのこのカラーピッカーの部分でクリックをしてみます。そんなに変わらないですよね。まあ、こういった場合には、先ほどもしたこの色温度とティントで調節をしていきます。まず青を上げます。そしてこのティントで調節をしていきます。このあたりですかね。はい、これでだいぶホワイトバランスが良くなりました。ビフォーアフター比べてみます。ビフォーアフター、ビフォーアフター、これでだいぶニュートラルな状態になりました。こんな感じで
初歩的な内容ではありますが、ホワイトバランスを整えていくのが最初は良いかと思います。ぜひ参考にしてみてください。それではヒルマンでした。